サード、はい、サードは NI、はい、NI なので内向直感ですね。このサードは規範の機能、うん、ルールファンクションです、はい、自覚のある短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないのですが社会的な場面では適応するために頑張ろうとする、うん、ピンチの時に体を張って主導する機能を守ろうとするのがこの機能、うん、このルールファンクション規範の機能を、うん、に NI を持つ人、うん、内向直感は、うん、長期的な影響と想像力に注意を向けることはできるが、うん、長くは続かない、うん、それは本来的に目の前の環境や感覚あるいは手近の仕事に集中することを好むからだと、うんうん、この規範の NI が未発達の場合はなぜそうするのかという理由を検討できないまま大規模な将来設計を立てることがありますと、うん、ここが好きだからやっぱ苦手だと思ってるんですよね、うん、長期的な展望は、うんうんうん、でもやっぱりやらなきゃはあるちゃんと、うん、だからまあ苦手意識苦手だと思ってる、はい、なのでこの規範の機能 NI が未発達の場合はなぜそうするのかという理由を検討できないまま大規模な将来設計を立てることがある、うん、そっか要は直感の人は先、うん、未来に目が向いているが、うんうん、なんでその人たちはちゃんと未来を見て設計することができるが、うん、この S の人はこの辺今を見ながら、うんうん、でもこっちの方もなんか作っていかないといけない、うんだから適当に作っちゃう見ないまま作るってことですね、うん、自分が将来どうなりたいとかってことを考えずにまあなんか今できるからとかとりあえずこんな感じじゃねえかみたいなとりあえずでもあればいいような気はしますけどね、うん、スローガンじゃないですかそれって、うん、でも大きくずれてる可能性があるってことですよね。あーそっか、うん、デザイン会社ですって言ってるのに、うん、一生懸命動画をやってる僕ですねみたいなとこじゃないですかね。なるほど。苦手、自分がどうしたらいいのかがいまいちわからないみたいな。やるべきことは他にあるでしょっていうことがあるかもしれないですね、うんまあ、それがまあ自分にはよくわかんないって話ですよね。わかんないと思ってるのか思ってる、はい、苦手だと思ってる苦手だと思ってる、うん、っていうことですね、うん、で4番目は FE ですね。はい。脆弱な機能です、うん、最大の短所で、うん強い苦手意識がある、うん、新しい場面に弱い上、うん、社会的なニュアンスにも疎いですと、うんうん、全く自信がなく、うん、これを使うのもストレスを感じます、うんうんうん、という機能ですね、うん、この機能に FE、うん、脆弱な機能が FE の人は、はい、自分がバラバラにほどけてしまわないように、うん、感情に必死で耐えようとするかさらには大っぴらに強い感情を出そうとします、うんうんうん、なぜなら感情を表に出すことは自然にできないことであり、うん、感情を表に出すと自分が自意識過剰で、うん、痛烈な批判に弱いように感じるからです、うん、こういうわけでこのタイプは一般的に感情に波がなく、うん、興奮や混乱にも上辺の関心しかないように見える。感情が激しく表現されるようなグループ活動においては、うん他の人から元気を出してもらおうとか、うん、楽しんでもらおうって企てられるのを非常に嫌がりますと、うんうんうん、なるほどそっか苦手だって言わそういうのをうまく表現できない、うんうんうん、から思ってるから楽しんでる楽しもうよってやられるといやいや楽しんでますと苦しい苦手ストレスを感じるあなたみたいに振る舞うことはできませんと、うんうん、でまあやったとしてもストレスを強いストレスを感じるっていうことですね、うん、なるほど。なので、まあうん、この人たちはそういうなんかまあこれは周りの人への注意なんですけど、うん、そういう人がいたとしても、うん、楽しんでますってことですよね多分、まあ、周りの人からは、まあ、そういうことです、はい、うん、バウンダリーを超えてはいけないですね、うんうんうん、はい、彼としても、うん、彼というのは SLI の人に対しても、うん、そう見えてますよっていうことですよね。そうつまんなそうに見えると、うん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 、なんでまああの感情はちょっとずつ出すトレーニングみたいなのは、うん、してもいいんじゃないかなっていう、うんうん、共同体感覚ですからね、うんうん、はい、5番目暗示される機能ですね、はい、自信があるとかないとか以前に、うん、その発想がなかったぐらい欠けていて、うん、
意識することもできないぐらいだと、うん、ただ自己実現のために必要であるので、うん、この機能について話し合うことは極めて有用だと、うん、なんでこの5番目は MBTI16 タイプの気質的なところで言うと、うん、劣等機能に当たるところですね、うん、でこの機能が NE 外交直感、うん、暗示される機能が外国直感の人はいつも新しくて違いのあることを追い求め物質にとらわれない人々を大いに尊敬し憧れます、うん、自分の可能性を信じてくれて自分にしかできない仕事を褒めてくれる人々をすぐに慕います、うん、こういうのは社会的にも疎いようなんで注意しなければならないとあったんですがね、うんうんうん、そういう人を慕いすぎるのは、うんうんうん、自分の才能や独自の経験、うん、あるいは非凡さを大っぴらにすることは滅多になく、うん、普通の人のように見えることを好むので、うん、他人からは関わりやすい人と思われますと、うん、しかし親密になると自分の独特な個性を明らかにします、うん、個性は人に近づきがたさを与えることを知っているので、うん、自分の才能や個性を表すことに敏感なのですと、うんうん、なるほど、うん、自分の個性が中の人た良い人たちに認められ、うん、歓迎され、うん、促進されることを夢見ていますが、うん、念のため新しいグループや大きなグループの中では個性や才能を強調しないようにしていますと、うん、暗示される NE をここに NE 外交直感に持つ彼らにとって、うん、自分がどんな才能を持っているのかを見つけるのは見分けるのは難しく、うん、そのためキャリアに関して長期的な目標を立てようとしない人が多いですと、うんうん、なるほど今できることを全力でなるほどなんでその自分の得意なことを使って新しいことをやってる人たちに尊敬して憧れるっていうことですね、うんうん、なるほどでその人たちにすごいねって認められるとすぐ信用しちゃうこれは注意なポイントです、はいはい自分が普通の人と見られることを好むので、うんまあ、自分の個性を出さないようにしていて、うん、またこういったところを認められたいと思ってるけど、うんこれをあまり強調しないようにしている個性を出すと、はい、トラブルが起こるって思ってるんですよねうんなるほど、うん、だから出さないようにしてる人前でも、はい、出さない普通の人で見られるようにしてるこれは、うんまあ、エニアグラムでここを持ち出すのは別に良くないんですけど、はい、そうやって思い込んでるってことですか、まあ、全部そうかそんな気はしますけどねうん、うん、自分に制限を課す必要はないですよねうんうんうんやりたいこと人に迷惑がかからないこと、うんまうん、人に迷惑をかけるって思ってるんじゃないですか、まあ、そうか自分の苦手なところで、うん、さっきの感情もそうだけど、はい、感情的にするのも苦手苦手で個性的ですっていうのも苦手、うんうんうん、だと自分自身のことを、うん、損している、うん、要は周りでは、はいはいはい、そういうのをキラキラってやる人、うん、それをうまく外で出す人が得をしているようには見えてるでしょうね、うんはい、そういうのもあるかもしれない、うん、で6番目動員する機能ですと6番目の動員する機能というのは自分の行動に強く影響を与えるが、うん、自分ではよく分かっていないため、うんうん、これを主導にする人たちから学んだ方が良いと、うんうんうん、動員する機能に内向感情を持つ人はお互いの信頼感と理解に基づく安定した人間関係を築き自分が秘めている深い感情と経験を気軽に分かち合いたいと願っていますしかしこの人たちはそのような関係を築いていく能力に欠けており他の人から合図を送ってくれるのを期待しまたそういう人たちにうっとりしますと脆弱な機能に FE を持つことに関してこのタイプの人たちが感情をただ黙って理解してくれるようなパートナーとの絆を特に価値あるものとみなしているということは強調しておくべきでしょうそうかなるほど、うん、要は、エゴグラム、はい、交流分析にも言われるんですけど、うん、ストローク、うんまあ、会話もそうですし、うん、
こういう身体的なのもそうですね、うん、こういうストロークは全ての人が必要としていると、うん、そうですよね、うん、でこれ、まあ、ロジカルの人ですから、はい、16タイプで言うと、うん、シンキングの人、はい、もう感情的な、うん、このなんて言うんだろう、分かち合いは必要としていると、もちろん、うんうん、ただ苦手だと思ってるから、うんうん、人からやってくれるのを待ってるっていうことですね、うん、なのでそんな人がパートナーであれば、はい、積極的にやってあげると喜んでもらえるし、うん、彼らもそれを、まあ、16タイプで言うとこれは第三機能なので、はい、そこそこ使ってますよって話ですね、うん、なので、まあ、それができる人、うん、内向感情が主機能の人から学ぶと良いでしょうっていうことですね、うんうん、いやまあ気持ちは 言えばいいじゃんなんですけどね、気持ちの人間からすると、うん、まあ、それが、まあ、外に 向けるのが苦手、はい、じゃあ 自分の気持ちも吐露するのも苦手、苦手だけどこう気持ちはあるって話じゃないですか僕も思考も気持ちもありますよ、うん、はいはいはい、うん、そういう欲求は結構ある、なるほど、うん、では7番目、はい、無視された機能、うん、この7番目の無視された機能というのは、うん、ブレやすいことを除けば十分に発達している、うん、なんでこの今見てもらっているこの表でいうところの色の濃い部分は十分に発達しているところです、はい、で上の4つは意識化、はい、下の4つは無意識化、はい、だと思ってください、はい、ここの7番目は無視された機能、はい、普段は抑圧しているが、うん、望まないコミュニケーションの際には自らの主導する機能を守るために活発化することがある、うんうんうん、その反面、まあ、こういったところで出てくるからか、うん、無視された機能が悩みの種になることもある、うん、なんて言われています、うん、無視された機能は SE、うん、外向感覚、うん、まあ、そうですよね、この人は内向感覚が主機能なので、うんうん、もちろん外向感覚も強くあるということですね、うんうんうん、この無視された機能に SE を持つ人は、うん、直接リーダーシップを取ったり命令を出したりするよりは、うん、報酬を与えたり大衆の人たちのニーズに応えようとしたりすることで他者を先導しますと、うん、対立や衝突を避けますが、うん、避けられない時には一時的に凶暴で強固な態度を取ります、うん、困難を乗り越えたいとか、うん、競争に勝ちたいっていう考えはなく、外から欲求されているように思われることをこなすよりは、うん、自分の内なる欲求に耳を傾け、うん、自分の身体的、情動的、心理的な健康に気をつけたがりますと、自分の周りで起こる喧嘩によく気づきます、うん、それに抵抗したり不可避と分かれば積極的に参戦したりすることも簡単にできる、うん、しかしそこに自分の快適さと健康よりも優先する意味はないと思っている、うん、一部のスポーツのように喧嘩の代わりになるような激しい身体活動にはまることがあるが、うん、喧嘩自体が好きなのではなく、それによって得られる刺激的な感覚が好きだからだと、うんうん、やっぱり、うん、外的な刺激は求めてるんですね、うんうんうん、なるほどね、なんか学校とかで、はい、普段静かなやつの方が結構暴力的だみたいなのは小学校の時によく見る風景ですよね、うんうんうん、小学校見てる感じです、うん、はい、で普段外交的でわーわーやるやつの方がギャッて来られた時に弱かったりする、はいはい、あれってで8番目は証明する機能ですと、うん、証明する機能というのは主導する機能と同じくらい強くて発達した機能だが、同時に最も無意識の深いところに沈んだ無自覚な機能、うん、なので激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することができない、うん、またあなたの背後で世界観を形成するのがこの機能だと、うんうん、でこの機能は証明する機能は TI内向思考ですと、うん、この人たちは主張と前提を突き崩して
そこに論理的な欠陥があることを示しながら、うん、他人の見方を論理的な観点から批判することが多いですと、うん、しかし過度に批判しようとはしないし、現実が綺麗な論理で正確に表現できるとも思っていませんと、うん、なるほど。やっぱりまあ論理的な人ですからねはい。ただやっぱりバランスとしては、うん、やっぱなんかバランスは取れてる、論理論理じゃない、うんうんうん、っていう感じの人、うん、まあ SI ですからね